オセ・フェリシアーノは、プエルトリコ出身の歌手、ギタリスト。プエルトリコのラレスに生まれた。緑内障のため生後間もなく失明したが、盲目のハンディキャップを乗り越え世界的なヒット曲を数多く手掛けた。スパニッシュギターの名手でもある。1964年、エブリバディ・ドゥ・ザ・クリックでデビュー。同年に行われた、ニューポート・フォーク・フェスティバルに参加。 1968年、ドアーズのハートに火をつけておかバー。同曲は8月31日から9月14日にかけてビルボードホット100で3週連続3位を記録し、ゴールドディスクに輝いた。またこの年、グラミー賞で最優秀新人賞を受賞した。1969年、レインは日本でも雨のささやきの名前でレコードがリリースされヒットした。 1970年に発表されたフェリスナビダは米国及びスペイン語圏で最もよく聴かれるクリスマスソングの一つとなっている。1971年のサンレモ音楽祭に参加した際にイタリア語で歌ったチェサーラが世界的にヒット。日本でも岩谷時子や西村義明の役詞で広く知られるようになった。ありがとうございます。